はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりにデカ盛りのチャレンジメニューに挑んでいこうと思います。最近はですね、結構ラーメンの動画もちょっとね、また多くなったりするんですけれども、今回久しぶりにですね、パスタに挑んでいこうと思います。本日ね、僕がお伺いするのは大食い御用達のお店ピアさんに伺おうと思っております。で、こちらのピアさんといえばね、洋食の方がメインなんですけれども、その中でもやっぱりデカ盛りといえばパスタということで、毎月ねピアさんの方では限定メニューなんかを販売してるんですけれども、撮影現在7月には冷製パスタ、冷たいねデカ盛りのパスタに挑んでいこうと思います。で、本日はですね、オープンからの予定なんですけれども、今10時半ってことで、あと30分後なんですけれども、早速ですね、お店の方に向かっていこうかなと思います。見てくださいよ、今日の晴天具合、もうピーカンデリ、めちゃくちゃね、もうすでに車内が暑いんだけど、いやでもね、久々にピアさん来れてよかったよ。もう本当に僕の動画では何年ぶりだろうっていうぐらいなんだけれども、今までこうグラタンとかパスタとか食べてきたし、とにかくね、本当にこのピアさんの洋食はマジでうまいから、ぜひですね、この群馬に来た際に洋食が食べたいなぁと思ったら、皆さんもね、立ち寄ってみてください。そんなこんなお話をしていたら、お店到着しました。こちらでございますね。ということで、本日はですね、今僕の後ろに見えておりますピアさんで、冷製パスタのとんでもないデカ盛りチャレンジに挑んでいこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、本日いただくメニューですね、すでに到着しております。本日はですね、7月限定の冷製パスタということで、トマトとサーモンの冷製スパゲッティ、こちらですね、本日は 5.2 キロでございます。めちゃくちゃでかいでですね、今回は制限時間が40分ということで、本日はですね、こちらのとんでもないチャレンジメニュー40分で挑んでいこうと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ3、2、1、スタートです。じゃあいただきます。ありがとうございます。よいしょ、じゃあこれでいただきます。うわ、うまそう。ちょっとこれ具材もりもりですけど、うわ、じゃあごめんなさい、一応チャレンジなんでね、すすると思います。失礼します。うまっ、うまっ、さっぱりしてんな。これちょっとね、カルパッチョっぽい感じに酸味があって、でこのね、野菜もあるし、サーモン、トマトの清涼感、夏ぴったり、多分ね、余裕でいけちゃうと思いますわ。ただね、具材が多いからすするとちょっとむせるかも。ちなみになんだけど、多分まだ8月とかでも暑いからさ、限定冷製パスタやると思うんだけど、ぜひね、あのお店のインスタとかから発信してますので、そちらね、ご覧ください。まだ5分経ってないのか。結構山崩れてるよね。食うペース早すぎたかな。でも正直、あの冷製だからね、食べやすくて、おそらくオーバーペース気味に食べてるのもあるんだけど、やっぱりね、こういう冷たいチャレンジメニューは詰まりやすいね。こう今お腹にギュッときてる、まだねちょっと胃が広がる前に入ってる感じだね。
確かこのピアさんの最近のチャレンジでいうとゾウくんなんかピザのチャレンジやってたんだよね。すっげー食いたくて、本当はね今日お願いするチャレンジはこの冷製にするかピザにするか悩んだんだけど、さすがにね35度を超えてくると熱いチャレンジ行くのはねちょっと悩んじゃうよね。経過ですね。で10分経過のところで結構食べたんじゃないと、今でグーッと来てるお腹に、なんだかんだ言ってももうパスタ自体、麺自体はねこの一角だけですね。残り具材こんな感じだけど、多分ねもう2キロないだろうね。ただいまですね、ちょうど20分経過、残り20分時点でほぼパスタは食べ終わりました。残りねこの具材のみですね。具材がうまいんだよな。このサーモンも生臭みがほとんどないし、残りはねほぼお野菜なんで、言うたらサラダですね残りは。まあでも普通の方は何も食べてない状態からでもこの量のサラダをそもそも食えないとは思うけどね。なんか余裕そうです。なんか余裕そうです。先月ぐらいから冷製系とか限定始まったじゃないですか。結構やっぱ夏場って出るんですか？正直僕も今回お願いするときインスタ見て、うわ冷製できたらいいなって思って電話しました。ぜひ食べてみてください皆さんも。うまっ。正直ね今日15分ぐらいまでは結構ねきついかもって思ったんですよ。胃がね上がった状態のまんまだったんで結構お腹いっぱいだったんだけど、今ね一気に胃が下がって余裕になった。
そしたらこれがですね本日の最後の一口ですね。うまかった。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。わあめちゃくちゃうまかったですね。はい、ということでですね、本日は4分37秒残して、しっかりとチャレンジ完食させていただきました。改めましてですね、これごちそうさまでしたということで。本日はですね、こちらピアさんで冷製のパスタいただいてきましたが、先ほどもね、ちょっとお店の方にお伺いしたところ、やっぱり夏になると人気メニューということで、結構ね、通常のレギュラーサイズでも頼むお客様が多いそうです。僕自身ね、食べてみても本当にこう、食べやすい、もうさっぱりとしてで冷たくて食べやすく夏にぴったりなんだけど、ただね、このお野菜だったりとか具材がすごく豊富なので、食べ応えは大満足。お腹もね、しっかりいっぱいでございますが、気持ちいい感じで本日はチャレンジを終了することができました。おそらくね、8月になってしまうと販売しているメニューがちょっと変わってしまうかもしれませんが、絶対ですね、美味しい限定もございますし、それ以外にも通常のメニューも、で、もちろん絶品料理ばかりでですね、本当にお客さん、ひっきりなしに訪れている人気店でございます。で、群馬に立ち寄った際にはこのピアさんで美味しい洋食食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。